マリー・クリスティーヌ・バローはフランスの女優。フランス・パリ生まれ。フランスの俳優ジャンルイ・バローとその妻で女優のマドレーヌ・ルノーの名にあたる。フランス国立高等演劇学校にて演劇を学んだ。1975年のサヨナラの美賞はアメリカでも高く評価され、アカデミー主演女優賞にノミネートされた。 最初の夫で映画プロデューサーのダニエル・トスカン・デュ・プランティエとの間に西試合。1990年映画監督ロジェ・バディムと結婚。1991年にはバディム演出でバーナード・スレード作セーム・タイム・ネクスト・イヤー・メム・ウール・エル・アネ・プロシェンをビクトル・ラヌーと共演。その後バディム監督のテレビ映画にも次々と主演。 1994年には、ユーバリ国際ファンタスティック映画祭の審査員のため二人で来日した。また、プーランク作曲、ゾウのババールなど、演奏会の語り部もはじめ、公演にはバディムもよく来場していた。ありがとうございます。